Hi, Nyankos. This is Nyanko Channel. I'm here with a new game, and I'm going to give it a try. Enjoy! の間に何があるか、それを見つけるのはすごく楽しいの。本当のラブストーリーみたい。優しいね。素晴らしいですわ。ロックスターかしら。言われなくてもだな。あら、はじめまして、ハンサムさん。この辺では、見かけない顔ね。そうよ、これは夢じゃないわ、大男さん。あなた、恋愛経験はないかしら？へえ、そうなの？私を落としたいのなら、もっと頑張らなきゃ。そこは、私なら何とかできるかも。あなたは今独身なんでしょ？やっぱりね。安心して、今からそれは変わるわ。私と出会ったことは、あなたにとってちょうどよかったわ。私の名前はマサミ。このサンクタム X の世界で、私は恋愛相談員をやっているわ。だから私は、女の子たちが何を求めているか知っているわよ。もちろん、あなたにぴったりな制服を着るのが好きな女の子、もう頭に浮かんできたわ。でもあんまり興奮しないで。私の知っている女の子は、あなたと釣り合うことができるかちょっと不安かも。けどまあ、私は優しいから、あなたのことを手伝ってあげるわ。
あなたが自分で行動できるまでは、私はお手伝いするわよ。ちょうど、コミュニティサービスをしてあげたかったところなの。私は思っていることを言っているだけよ。安心して、すぐ成長するから。まずはあなたの住んでいるところを見てからスタートしましょう。あなたのことをもっと細かく教えてもらわないとね。ふむふむ。これであなたの性格が少し分かってきたわ。そこにあるのはローションと AV かしら。あなたは一人でエッチする気満々なのね。これバーチャル世界だって分かってるわよね。まあいいわ。私に何週間かくれればもうこんなこと一人でしなくて済むわ。じゃあさてと、今の状況は置いといて次のことを聞くわ。今までの人生で何人の人とお付き合いしたことがある？そうか。あんまりいい経験はなかったみたいね。基本のことを振り返りましょう。まずあなたは女の子についていろいろ勉強しないとね。そのために女の子たちに質問しましょう。やり方は、女の子と喋るときにメニューを開いて、彼女と話すっていうボタンを押すのよ。今からやってみましょう。完璧だわ。これで質問を選択したら、私は精一杯答えてあげるわ。そこを知りたいの？でも私、あなたのタイプじゃないと思うわ。けどまあ、将来は何が起こるかわからないものね。その質問は取っておいて、他の女の子に聞いてあげて。次はデートについて説明しないとね。そこは一番大事なところよ。私と一緒にマーケットに行って、あなたの勉強を始めるわよ。とてもロマンチックね。フルーツがいっぱい。野菜もいっぱい。そろそろバーベキューにされちゃうお肉がいっぱい。
まあこれはそこまでロマンチックじゃないかもしれないけど、とりあえずは使える場所だわ。よく聞いてなさい。デートの時は女の子を落とさなきゃいけないわ。そのやり方を今から教えるわよ。これはデートグリッド。キラキラしているものは宝石よ。デート中の女の子の好感度を上げたいときは、3つの宝石を縦、横、好きな位置で揃えることよ。好感度をマックスにさせるためには、ターンが終わるまでにメーターをマックスにさせること。今からやってみましょう。そこの真ん中にある雷のマークがついているオレンジの宝石は見えるかしら。その3つを揃えてみましょう。よくできました。簡単でしょ。宝石の種類は4つ。それは女の子を落とす4つの方法になるわ。緑はロマンス、青はタレント、オレンジは遊び、赤はエロスよ。女の子の好みをよく調べないとね。その女の子に合う種類を選んであげて。3つよりももっと多く宝石を揃えることができたら、好感度ももっと上がるわよ。今からやってみましょう。画面の下にあるエロスの宝石が見えるかしら。そう、その赤いの4つを揃えてみて。完璧。説明はあともう少しよ。ピンクの宝石はパッションを持っているわ。この宝石を揃えればパッションのレベルが上がるわ。全体的な好感度もアップするわよ。青い砂時計は時間の宝石。この宝石を揃えればターンが増えるわよ。紫の割れている宝石はセンシティブの宝石よ。この最後に太陽のマークがついているゴールドの宝石は喜びの宝石よ。女の子にプレゼントを渡すには、その女の子の喜びをためないといけないわ。まずは女の子にプレゼントを渡す前に、その喜びをためてみましょう。今から右側にある3つの喜びの宝石を揃えてみましょう。完璧よ。それじゃあ私がダウンロードしたおもちゃを受け取って、私にプレゼントしてみて。よくできました。私がプレゼントをもらった時、私の姿が光ったの分かったかしら。はあ、気持ちよかったわ。それぞれのプレゼントは女の子に影響を与えるわ。いっぱいプレゼントを渡せば、その分女の子の好感度はアップするわよ。あとここはバーチャル世界だから、プレゼントを渡してもそのプレゼントは消えないわよ。テクノロジーはすごいわね。じゃあこれで私のデートへの説明は終わりよ。これからは自分でできるわね。じゃあ私とのこのお試しのデート、最後まで練習で使ってみて。私がちゃんとやり方を教えてあげるわよ、大男さん。よくできました。今のデート楽しかったわね。でも待って、もう朝。早く他の女の子との交流を始めないと。
あなたはもう一人で女の子と話すことはできるわよね。その息よ。私もあなたはできると思うわ。それじゃあ初めての相手をどこで探すか決めないとね。じゃあまずはどこに行きましょうか。もし私が決めるなら海辺かホテルかマーケットがいいと思うわ。いいわね。海の風も気持ちいいわよね。今まで勉強したことを思い出せばきっとうまくいくわよ、大男さん。それじゃあまた今度ね。あら、こんなところで会うなんてね、大男さん。この海辺は可愛い女の子と会うにはちょうどいい場所ね。ビーチで走っている女の子の姿はとても目に優しいわね。あら、二人の目に優しい女の子が近づいてきてるわよ。それに片方の女の子はあなたにはちょっともったいないべっぴんさん。じゃないわ。ものすっごくあなたにはもったいないくらいね。詳しいことは言えないけど、あの子はとっても有名な子みたいよ。あの子と関わったら大変になりそうね。あとはいろんな意味で。待ってるってどこにも書いてなかったじゃん。まあいいですわ。あんな風に私たちを見て、きっと私たちがべっぴんすぎて頭が混乱しちゃったんですね。それにきっと動画で面白い顔をしてくれていますわ。マジかよ。そうですわ、全部録画しましたわ。どうやって私は常に動画を撮っていますわよ。セレブリティはバズる瞬間を見逃しちゃいけませんわ。たまには自分で自分のニュースを作る必要がありますわ。あの無礼な警察官が私たちを海から追い出してる姿を世界に見せたら、私たちは今月3回目バズっちゃいますわ。すげえ、あんた最高って言われなくてもだな。はい、知ってますわ。まあ私は世界に愛されていますから、みんなのアイドルですからね。ああくそ、そろそろ道場に戻らなきゃ。あ、クレジットカードを貸してもらっちゃっていい？マジでかっこいいジャケットをこの前見つけてさ、どうしても欲しいんだ。ああ、いいですわ。どうぞ。やった！またね！はい、また今度。ほら、いけませんわ。さっきから私たちの話を聞いていました？
もう、私についてネットに書くつもりのブロガーさんですわね。ロマンティックに可愛いお言葉ですわね。でもお芝居はいりませんの。おいくら払えば今のことを忘れてくれますか？お散歩ですの？海辺で？それ、みんな普通にやっていることですの？あ、それは友達となら海辺でお散歩しますが、男性にはそういうお誘いは受けたことがありませんから。今ならあんまり人やパパラッチはいませんもんね。お散歩しようかしら。なぜかあなたと一緒にいて安心しますわ。それにあなたは私が誰だと知らないみたいですね。これならどう？私とあなた、お互い気になっている普通の男女みたいにやっていきましょう。それはいいと思わないですか？あと、あなたの目の前に立っているどこにでもいるごく普通の女の子、名前はあかり。私は簡単に秘密を漏らしたりはしませんよ。私と出会った場所は覚えていないのかしら。その海辺で散歩したり、周りの人から拝まれたり、まあ私なら拝まれていますからね。
これはあなたの本気でしょうか。また今度ですね。ああ、こんにちは、大男さん。こんなすぐにまた会えるなんて、すごいわね。こんな不気味なところ、あなた、見たことある？魅力があるって、みんなから言われてるけど、私は少し苦手かも。だけど、私のクライエントの女の子が、ここで仕事をしているわ。このホテルとその女の子は少し似ているかも。少し個性的で、なんて言うんだろう。みんなから好かれるタイプじゃないわね。けどもしかしたら、あなたにはその子タイプかもしれないわ。いつも変な夢の話をしているけどね、あの子は。正直な話、あの子は、ちょっと人見知りな部分があるの。そこ、覚えておいてね。じゃあ、私は行かなきゃ。頑張ってね。え？どうしたの？サラお姉ちゃん。あ、こんにちは、ひなちゃん。いつもタイミングが合うわね。え？またお客さんの部屋に携帯残ってるか探しちゃったの？あら、とんでもないわ。今読んでる本、かなり熱い展開だわ。もう読んでるだけでざわざわしてきちゃう。あ、そっか。いつも変な本読んでるもんね。今回は何？トワイライトブレイキングウィンドウ？違うわよ。私はそんな子供向けの本は読まないわ。この咲く前の花々のような大人のロマンスを読んでいるのよ。ん？こういう本は熱い展開になるにつれて細かい部分まで書かれちゃうのよ。サラお姉ちゃんのその特別な読書の時間はもう邪魔しないね。今週末私が出る個展に来れるか聞いてみようと思って。あ、ごめんね、すっかり忘れちゃってたわ。もちろん行くわよ、ひなちゃん。本当？すごく嬉しい。当日またお話ししよう。あ、その本はちょっと持っていかない方がいいと思うな。へえ、ダメか。またね。バイバイ。あら、いけない。お客様かしら。あ、そこにいたんですね。気づけなくてごめんなさい。部屋のチェックインですか？あ？かわいいオタクっぽい女の子がフロントに立ってるの？でも、フロントには今私しかいないわよ。
私のことだったの？ごめんなさい。私いつも本に夢中になっちゃって、周りの人が私のこと見てるっていつも忘れちゃうの。リアルだとあんまり男性にはモテないわ。とにかくシフトが終わったら私はアールグレイティーを飲みに行こうと思ってるわ。いつもは本と一緒なんだけど、今日は久々に誰かと一緒に飲みに行けたら嬉しいな。どうかな？一緒に行ってくれる？話を聞くのがすっごく楽しみね、旦那さん。あなたはどんなゲームが好き？うわあ、すっごくわかる。私もストーリーが深くてキャラがいいゲームが好きなんだ。いつか一緒にゲームやりたいな。デート？私と？うわー、もちろん行くよ。絶対ロマンチックだ。あなたと私が一緒で、すべてロマンチックすぎる。あなたのデート作戦考え直した方がいいよ。緊張してるの？大男さん、私が相手なら仕方ないわね。私に？あら、これは完璧。ありがとう。おーと、あら、これを私に。誰かさんは女の子の趣味を分かってるのか。分かったわ。私の夢をちゃんと見ていてね、ハンソン君。I am under your command.